弥生人は弥生時代に日本列島に居住した人々。大きく弥生時代に中国大陸や朝鮮半島等から日本列島に渡来してきた大陸系弥生人、縄文人が直接新文化を受け入れた結果誕生した縄文系弥生人及び両者の根血である根結系弥生人とに分けられる。縄文人骨の顔立ちや体型は一定しており、 あまり大きな磁気さや地域さは認められないが、抗議の弥生人骨は割合と多様であり、地域さや磁気さが大きい。縄文人そのもののような弥生人や縄文人に似た弥生人、大陸側にいた人々と身体的特徴が似ている弥生人、縄文系とトライ系が混合したような弥生人がいた。ミトコンドリア DNA ハプログループや Y 染色体。 ハップログループの研究によって、日本人と中国人、朝鮮人との愛染食体には違いが見られ、弥生時代開始以降に断続的にトライ人がやってきたものの、先住の縄文人とは完全に対立していたわけではなく、言は、根結していったものと考えられる。また、日本列島には、縄文時代以前から各方面から様々な人たちが日本へ流入し、弥生人も、 複数の系統が存在していたと推定される。弥生時代は一般に2400年前ほどに開始したとされてきた。そもそも弥生時代とは弥生時期が使われている時代という意味であったが、現在では水筒濃工技術を安定的に受容した段階以降を弥生時代とするという考えが定着している。2003年。 国立歴史民族博物館の研究グループは炭素同位体比を使った年代測定法を活用した一連の研究成果により、弥生時代の解析を大幅に繰り上げるべきだとする説を提示した。これによると、早期の始まりが約600年遡り紀元前1000年頃から、前期の始まりが約500年遡り紀元前800年頃から、 中期の始まりが約200年遡り紀元前400年頃から、後期の始まりが紀元50年頃からとなり、古墳時代への移行はほぼ従来通り3世紀中陽となる。しかし、現在では放射性炭素年代測定では、土器等に付着する塩分などの海産物による海洋リザーバー効果により、年代が約400年古く推定されることが明らかになっており、 再度年代についての論争は続いている。一般には、弥生人は、朝鮮半島、三島半島から、水稲栽培を日本にもたらした集団と考えられてきた。先谷光鶴によれば、日本に水稲栽培をもたらしたのは、ワイセン体、ハップログループ O1 ビットに,に属す集団である。o 一ビットに系統は、オーストロアジア語族の民族に高頻度に見られる。 1> 大一ビット一系統の姉妹系統であり、満州や朝鮮半島などの東アジア北東部に多く分布する。先谷は、大一ビット系統はかつては、長江文明の担い手であったが、長江文明の衰退に伴い、大一ビット一及び一部の大一ビットには南下し、百越と呼ばれ、残りの大一ビットには西方及び北方へと渡り、朝鮮半島、 日本列島へ渡ったと考えている。しかしながら、現代において、長光流域や江南地方などの河南地域においては、大一ビットに系統はほとんど分布が確認されない。ため、弥生人の祖先が長江文明の担い手であったという説を疑問視し、長江文明ではなく、朝鮮半島から水筒栽培をもたらした担い手が、弥生人であるとする見方もある。 弥生人に連なる東アジアの Y 染色体、ハプログループと民族移動ドイガハマ遺跡の弥生人が北部モンゴロイドの特徴を持つことや日本人に見られるミトコンドリア、DNA ハプログループやグラム遺伝子が北方型であることなどから弥生人の起源地を沿海州南部、ロシアに求める見方もある。遺伝的にも東アジア北東部にはハプログループ O1 ビット2が 比較的高頻度に確認され、弥生時代に広く見られる国名突大分土器と似たタイプの土器が宴会集南西部の死にがい文化にも見られる。民族学からも類似のルートを取った集団として、岡間さんは、不敬的、原氏族的、畑作イコール狩猟民文化、鳥居竜像は固有日本人を抽出している。また、日本人の約20%に見られる。 王に系統も弥生人に含まれていたと想定されるが、王一ビットにと王にはルーツが異なると思われ、そのトライ時期、ルートなどの詳細はまだまだ不明な点も多い。王には山東県の成立に前後するトライ人によるものだとする見方もある。なお、トライした弥生人は単一民族ではなく複数の系統が存在するという説が複数提示されているほか、 青銅家を携えた遼寧由来の集団と水田稲作を携えた長江由来の集団が朝鮮半島内で合流し一つの集団として日本列島にト来した可能性も指摘されている。東京大学の大橋純教授らによる遺伝子分析では、弥生人のゲノム成分が高いのは四国、近畿、北陸であり逆に最も低いのは沖縄、ついで 九州や東北であることが示された。弥生人が最初に上陸したとされる九州北部よりも四国や近畿で弥生人のゲノム成分が高いことについて大橋は九州北部では上陸後もトライ人の人口があまり増えずむしろ四国や近畿などの地域で人口が拡大したのではないかとしている。言語学からは朝鮮半島における 無門時文化の担い手が現代日本語の祖先となる日、竜語族に属する言語を話していたという説が、複数の学者から提唱されている。これらの説によれば、現代の朝鮮語の祖先となる、朝鮮語族に属する言語は古代満州南部から朝鮮半島北部にわたる地域で確立され、その後この朝鮮語族の集団は、北方から南方へ拡大し、 朝鮮半島中部から南部に存在していた日、竜語族の集団に置き換わっていったとしており、この過程で南方へ追いやられる形となった日、竜語族和社の集団が、弥生人の祖であるとされる。マルティン・ロベーツは、日本語族の和社は、紀元前6000年期の両生交流久保文化を、元凶とする、トランスユーラシア語族に起源を持ち雑穀栽培を行う集団であったが、日本、 朝鮮後派に分岐して、両島半島に至った後、紀元前2から3000年期に、三島半島に分布した稲な作を行う、オーストロネシア祖母の姉妹五集団と接触することで、主に農業関連の語彙を大量に借用し、その後朝鮮半島を南下し、紀元前1000年期に、日本列島に入り、弥生文化をもたらしたとしている。頭蓋骨の計測値でトライ系弥生人に、 最も近いのは新石器時代の朝鮮半島の南部人、河南省、青銅器時代のチャンス島州、三島臨死人であった。また、眼下は花の付け根が扁平で上下に長く丸みを帯びていて、のっぺりとしている。また、葉のサイズも縄文人より大きい。平均身長も162から163センチぐらいで縄文人よりも高い。しかしながら、 こうした人骨資料のほとんどは北部九州、山口、島根県の日本海沿岸にかけての遺跡から発掘されたものである。南九州から北海道まで他の地方からも似た特徴を持つ弥生時代の人骨は発見されているが、それらは人種間の形態とその発生頻度までを確定づけるには至っていない。近年、福岡県糸島半島の新町遺跡で、 大陸母星である、史跡母から発見された人骨は、縄文的種族である抜所が施されていた。長崎県、大友遺跡の史跡母群から、多くの縄文的な人骨が発見されている。さらに、瀬戸内地方の神戸市新華大跡からの人骨も、縄文的形質を備えているという。ただ、福岡市のスズメイ遺跡や奈良盆地のカラコ、鍵遺跡の前期や良い人は、 トライ系の人骨だと判定されている。つまり、最初にトライ系が展開したと考えられている北部、九州や瀬戸内、近畿地方でさえ、弥生時代初期の遺跡からはトライ系の人と判定される人骨の湿度数は縄文系とされる人骨より少ない。そのことから、水田稲作の先進地帯でも縄文人が水稲工作を行ったのであり、 絶対多数の縄文人と少数の大陸系、トライ人との共同のうちに、農耕社会へと移行したと考えられる。一方、1960年代になると、金関武雄が、山口県土井ヶ浜遺跡や佐賀県の水戸長大遺跡などの福岡平野の前、中期の弥生人骨の研究から、弥生時代の人の身長は高く、さらに頭の長さや顔の広さなどが、朝鮮半島と、 中国東北の人骨に近く、縄文時代人とは大きな差があると指摘し、縄文人とは違った人間が、朝鮮半島や大陸からやってきて、縄文人と根血して、弥生人になったと考えた。その後の調査で、前日のように、中国山東省の遺跡から発掘された人骨との類似も指摘されている。また、萩原和夫は、アジア南部に由来する、 縄文人の住む日本列島へ中国東北部にいたツングース系の人々が流入したことにより、弥生文化が形成されたとの二重構造モデルを1991年に提唱した。萩原は人工学の推計によれば、弥生時代から古墳時代にかけて一般の農耕社会の人口増加率では説明できない急激な人口増加が起きていることから、この間、 100万人規模のトライ人の流入があったはずだとする大量トライ説も提唱していた。佐原誠は、福岡平野、佐賀平野などの北九州の一部で、縄文人が、弥生人と根結した結果弥生文化を形成して、東に進み、根結して、名古屋と丹後半島とを結ぶ線まで進み、水道工作が定着したとしている。九州の弥生人は、 大陸から北部九州にトライしたトライ系弥生人、鹿児島県付近に住み極度な担当型の南九州弥生人、長崎県付近に住んでいた西北九州弥生人がある。南九州弥生人と北西九州弥生人については血統的に縄文人の子孫と考えられてきた。近年の核ゲノム分析によって、 西北九州弥生人については、トラ系弥生人との間で根血がかなり進んでいたことが示された。弥生人に関連する体質として、下戸が存在する。下戸遺伝子の持ち主は、中国南部と日本に集中しており、水耕栽培の発症と推測される。中国南部での水田農耕地帯特有の感染症に対する自然、選択の結果ではないかとも推測されている。 片山一同、骨が語る、日本人の歴史溝の口有事、日本人の成り立ちについての三つの仮説。春成り修は、弥生時代が始まる頃の東アジア情勢について、従来は戦国時代のことと想定してきたが、陰の滅亡、青春の成立の頃のことであったと、認識を根本的に改めなければならなくなる。弥生前期の始まりも、青春の滅亡、 春秋の初めの頃のことになるから、これまた大幅な変更を余儀なくされる。と述べている。中国における稲作は、超高中流域における岡ぼが約1万から1万2000年前に、遡り、同化流域の水筒は、約6000から7000年前に遡ると言われている。中村敏夫名古屋、大学年代測定総合研究センター、C 年代の歴年代構成と、 海洋リザーバー効果年度報告2004から3。2019年8月20日閲覧。A.B. 先谷光る DNA 考古、言語の学際研究が示す。新日本列島史福田正宏ロシア極東新石器時代研究の新展開。2018年6月21日閲覧。 偉人その他日本民族イコール文化の源流と、日本国家の形成ことそう、社1979、偉人その他,他12編、岡正雄論文集、岩波文庫、1994年、鳥居隆像全集第一巻、朝日新聞社、1975年、岡正雄、偉人その他日本民族イコール文化の源流と、日本国家の形成ことそう、社1979、 徳永勝氏、HLA 電子、弥生人には別ルートをたどってやってきた4つのグループがあった。日本人のルーツがわかる、本逆転の日本史編集部、東京、宝島社、P264P280、徳永勝氏、HLA と人類の移動、サイエンス・オブ・ヒューマニティ・弁生、4から9、東京、弁生出版 AB 日経サイエンス8月号。 特集ヤポネシア47都道府県人のゲノムが、明かす、日本人の起源ベルウッド、ピーター、ザグローバルプリヒストリーオブヒューマンマイグレーション、モールデン、ブラックウェール・パブリッシング、ISBN 9長7811億1897万591、ボビン、アレクサンドル、フロムコグリョツータムナ、スローリーライディングツーザ・サウス・ウィズ・スピーカーズ・オブ・プロト、コリアン、 コリアン,リンィ・リングイスティックス 15-222240D キムーン・ラムゼイ S ロバート A ヒストリーオブ・ザ・コリアン・ランゲージケンブリッジケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス ISBN 9780521661898ホイットマンジョンノース・イーストアジアン・リングイスティック・エコロジーザ・ードベントブ・ブライス・ア・グリーンコリアンド・ジャパンライスヨン。 149158ドイ10.1007 S1228401190800 Anger J. Marshall The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages Honolulu University of Hawaii iPress ISBN 97808248327978マルティヌイルマロビッツオーストロネシアンインフルエンストライウレジアン アンセストリー・イン・ジャパニーズ、a ケー s オブ・ファーミング、ランゲージ・ディスパーセル、ランゲージ・ダイナミクス・アンド・チェンジ、ボリューム7、イシュー2、ページーズ201-251、ドイ、10.1163、2210万5832から00702005中国港南、怖いの孔人骨、トライ系ヨイジンの現況を訪ねる、山口里志、中島隆弘2007年、 なぜ農耕文化は終わったのか岡村道を、日本の高校学なら文化財研究所編学生者2007年4月、東アジアと半島空間、三島半島と両島半島、仙田実、宇野鷹尾、金関のトライ説、九州大学総合研究博物館、2013年4月19日閲覧、今日のトライ説、九州大学総合研究博物館、 2013年4月19日閲覧。佐原誠、農業の開始と、階級社会の形成、金関博士、春成修二編、佐原誠の仕事4戦争の考古学、岩波書店に。戦後年、長門人直系でなかった西北九州やよ人、ゲノム解析で、判明2019年7月23日、九州地方における、 弥生人骨の地域的特性に関する人類学的研究篠田健一、神、沢秀明、角田恒を、あ立ちる、西北九州弥生人の遺伝的な特徴、佐世保重元山岩影遺跡出土人骨の核ゲノム、解析、アンサラポロジェクルサイエンス127巻1号、日本人は酒に弱くなるように、進化、下古遺伝子の研究者が語る、 弱い方がいい理由 -fnn.jp プライムオンライン。ありがとうございます。